め、社会のトレンドを読め。で、これもめちゃくちゃ重要で、もうさっきから重要重要言いまくってて、まあ、この5つ本当に重要なんですね。で、これ何かっていうと、本当僕もこれ身をもって経験したというか、まあ、他の動画でも何回も話してる通り、僕って今ブログ歴が6年目。違う、7年目ぐらいだったと思うんですけど、最初の4年間って本当に泣かず飛ばずというか、まあ、コツコツはこう伸びていったりもしてたんですけど、それでもめちゃくちゃ遅い方だったんですね、成長ペースっていうのが。で、それで、4年間経っても僕の個人ブログのアクセスっていうのが2、3万 PV とかですかね、多分それぐらいだったと思います。で、現時点でブログやってる方に2、3万 PV 超えてる方全然多いと思うんですよね。で、そんだけしょぼかったんですけど、まあ、ただ最近だとブログ単体の、例えばアフィリエイト収入だけで、まあ、月5、600万ぐらい勢いになってきていて、じゃあこの昔の稼げなかった自分と今の稼げる自分何があったかっていうと、やっぱりちゃんと社会を見るようにしたいんですよね、その社会のトレンドですね。で、今じゃトレンド何かって言われたら、まさしくこの YouTube とかまさにトレンドでビジネス系 YouTuber っていうのが増えていったりとか、あと社会のトレンド分かりやすいので言うと副業ブームですよね。2017年か18年かな、それぐらいに、政府が副業を後押ししますみたいな、まあそういった政策を発表したんですね。で、そういった、まあ、政府の発表とか、あと新しいテクノロジーが生まれるとか、例えば iPhone が生まれてからそこからスマホシフトっていうのがこうガツンと来たわけじゃないですか。っていうものとか、あとは最近だとシェアリングエコノミーっていう、その僕とかも今この家自分で持ってるんじゃなくて、まあ、借りたりしてるんですけど、その借りるっていうのが今すごい簡単になってきていて、代表的なのが Airbnb っていうサービスとかですよね。まあそういうのご存知の方も多いと思うんですけど、まあそういったシェアリングエコノミー、まあ、完全社会のトレンドですよね。だこういったトレンドをしっかり読んで、で、その文脈に沿ってこう自分の意見だったり、自分のブログのカテゴリーだったりっていうのを設定していく。だから最近伸びてる人、ブログだったり、まあ YouTube も含め全てそうだと思うんですけど、そういった人をよく観察すると必ず社会のトレンドに乗ってると思うんですよね。だから必ずしも、完全に社会のトレンドにある情報を発信しろみたいな、100% これをやれとは言わないんですけど、例えばじゃあ自分がその得意分野っていうのを発信するにしろ、それと社会のトレンドっていうのをこうなるべく近づけていく。こういったのすごい大切です。まあ、例えば分かりやすい例で言うと、これ完全にブログじゃなくなっちゃうんですけど、今から、ダイエットブログを始めるのと、今からダイエット YouTube を始めるんだったら、じゃあどっちの方が将来的、2年後、3年後伸びしろあるかって言われたら完全に YouTube の方じゃないですか。だかそういった感じで、いろんな視点とか世の中の流れを見ながら、自分はどう立ち振る舞うべきかみたいなと発信していくべきか、こういったのを考えた方がいいと思います。僕のチャンネルは基本的に稼ぐというテーマにおいて発信をしています。で、もし今後収入を伸ばしたいとか、もっとなんか人生の難易度下げていきたいみたいな、まあ、そういう方がいたら、チャンネル登録しておいていただけると、もちろんその全部の動画を見ようとかっていう、そういう風に言うわけ内容って自分あんまり理解してなさそうだなみたいな、そういう動画が流れてきたら、ぜひ移動中とかで聞いてもらえると嬉しいです。で、聞いてもらいつつ、かつそのまま行動を実行していくと、多分収入とか、あとまあ会社で出世するとかもそうだと思うんですけど、またフリーランスとして独立して稼いでいくとか、まあ、そのあたりの知識っていうのはもう確実にこうアップデートされていくと思います。なので、もしよかったらチャンネル登録しておいてもらって見ていただけると嬉しいです。